今回は青梅支援です。東青梅に、えー、市役所があります。JR 青梅線の壁、えー、東青梅、青梅。そして、えー、関東3地の区間も、えー、含む地域。そして高速道路は青梅インター、圏央道が通っている地域です。地域としては扇状地で、青梅から先が平地、青梅から先が山間部。 国道411が、えー、奥多摩へと続いていくという感じ、そして青梅街道の終着点でもある、えーまあ、新宿まで行く、えー、道路ですね、そして南側も北側も、えー、青梅を過ぎると完全な山間部、そして青梅から、えー、東側もですね、えー、丘陵部となりますね。 だからまあ平地の区間というのは、青梅からま膨れた形の東青梅、壁にかけての膨れた地域という形になります。だからまあまあ、小さく書きましたけれども、かなり面積の大きい、えー、都市と、まあ、東京の中ではですね、はい、面積の大きい市ということになります。でその山間部で、えー、にも、えー、都道53号、28号、 ね、成木、えー、黒沢の方へ向かう、えー、道路、そして飯能の方へ向かう道路や、えー、まあ、最終的には秩父の方までね、えー、向かうような都道もあります。はい、成木の地域や黒沢の地域、遅木の地域があるんですけれども、まあ、そこに岩倉温泉があったりします。はい まあその地域はですね、まあ、ほぼ、まあ、昔と比べても、えー、まあ変わってないような丘陵部ですね。ほぼ開発もね、えー、取り残されている地域なので、まあ、ゴルフクラブを除いては、ほぼ丘陵が占めますね、大半を。で、えー、観光面ではですね、はい、塩船の観音ですね。塩船の、はいえー、観音がある。 霞丘陵公園の地域ですね。ここに、まあ、南にかけては今寺、新町、藤橋、大門と、今井という形で。まあ、こちら側は、まあ、その、殺風景な風場所もありますが、基本的には平地な区間が東亡を占めるという形です。 工業団地が集積している地域もありますし、住宅が集積し、ええー、住宅街もあります。まあ多様な面を見せているという形ですかね。はい。壁のあたりはもうすっかり都会な感じですね。えー、住宅街が大半を占めている地域か、えーまあ。壁町という形で。玉川付近の総合体育館や私立総合病院などは壁町にあります。 でえー、西のもう境はですね、えー、山間部ということで、標高1000メートル級の、えー、山があったりだとか、えー、しますね、まあ。その代表例としては、三、え、滝、ー、山ですね。はい、そして、まあ、総額山が標高756、えー、黒山が842。 という形で、まあ、700から800ですかね。一番高いのが三宅山,、えー、山9、三宅山929とそれでは青梅市を解説していきます。人口13万2000、えー、密度はやはり広いということで、少なめ1280程度。都内4位の広さを誇る、えーまあ、西の多摩の中心という感じですかね。えー、業務格都市ということです。 古くから交通が発展したのが大梅の地域、本町の地域ですかね。はい。ここにはまあ昭和レトロ博物館があったりしますね、えー。もともと林業などが栄えていましたが、えー、工業、そして、えー、だるま市なんかが、えー、有名で、えーままあ、お寺がね、えー、結構あります。金剛寺、塩、えー、船観音、 そして、武蔵御嶽神社、えっ、ー、とですね。青梅マラソンとかも、えー、1万5000人ほどが参加する大きな大会となっております。関東産地から武蔵野大地に流れ出る山頂部に発達した谷口集落という形で、まあ、青梅だったりとか、まあ、近いところで言えば八王子だとか、も谷口集落が元々の原型だということですね。 東部部のの平地地かから西部にかけての休地山地へと変化。一番高い標高が1084メ、えートルのところになります。最低地点は103.5ということで、全体的に標高は高いということですね。まあ、古川の市街が青梅宿のあたり、現在の青梅駅周辺ですね。青梅駅周辺はでも、えー、土地自体は広くなく、 もうすぐ北側が丘陵部なんですよね。大梅駅は。まあ、南側に少しね、えー、川沿いの、えー、元々の昔ながらの町はあるんですけども。どちらかというと、壁駅の方が開発が容易になっていて、商業地や人口の増加が進んでいるということになります。上降者で言っても、この中では壁ですかね。はい。 一方、東部以外の北部、西部、南部は丘陵や山地ということで、まあ、わかりやすくも丘陵と平地が分かれている感じですね。まあ、都内でも有数のハイキングなどの降楽地ということで、えー、気温としても2018年にマイナス9.3度を記録するなど、東京都心とは大きな開きがあるほどの、まあ、気候の差があります。 もっと、歴史としては、青梅街道が1894年、1951年に施政されました。えー、まあ、だんだんと領地を広げていったのが1955年、えー、1962年には、伏、はい、線化もね、大坂から東青梅の伏、えー、線化も完了しており、1982年には国道411号線、はい、制定されましたと。 また、青梅特会というね、えー、都心から青梅へと結ぶ特別快速などの設定もされましたということです。そして、えー、都内ではですね、最も人口,が減少人口の減少が大きくなる予想がされるほどの、えー、ちょっと衰退傾向にね、都内でもある、えー、地域ということですね。 人口は,やはり減少傾向にあります。高齢化率24%、2013年の時きで、はい、増加傾向ですよね。はいえー、観光面は、永、えーえー、山公園、青梅駅のこの北側ですね、はい、にすぐある公園。 えー、さらには、卵を挟んだ両岸に釜の淵公園、えー、大見市郷土博物館とかがある、えー、地域ですね。壁町には若草公園と。はい、えー 交通公園、花木堀、花木園、えー、梅の公園と。青梅市交通公園は大門。えー、花木園が、えー、小ぎ梅里、えー、梅の公園でということですね。電話番号、市街局番は0428。青梅市民斎場、市健康センター、福祉センター。 リサイクルセンターと西多摩衛生組合がゴミ処理と、えー。レトロ商品博物館という形で、まあ観光面ではその辺をね、えー、売りにしています。経済面は日立カシオ、えー、ホットマン成功者、えー、オーメガス、東京電力の大目影響所オーメ営業使用、オメ変電所などがありますね。 えー、そして、高校、青梅総合、多摩、えー、高校ですね。青梅看護専門、えー、文化会館、市民会館、はい。釜の内、霞京駅教館会館、レトロショック商品、博物館。青梅スタジアムは、えー、民間企業のグラウンドで、1995年に新場と、青梅市総合体育館、 東原公園ということです、まあえー、観光面でも岩倉温泉、処風羅観音、金剛寺、えー、昭和レトロ博物館等があります名産品として、えー、梅を使った、ね、製品が、えー、特産品各種和菓子ヤマメは渓流業ですね わさびの加工品とか、こんにゃくとかが有名です。えー、お寺は丘陵部にあるんですけれども、まあ、工業団地とかスタジアムはもうインターチェンジの周辺とかに、えー、大きくて、私、まあ、と言っとイ入間とか瑞穂に近いような、ねえー、風景もあります。まあ、八王子ナンバーですけれども、はいまあ、それだけ、ね、山間部と平地の差が,っていうのが激しいですね。まあ、そんな感じで地図を、ね、第2回で見ていきます。